今これ停止停止って両方ともなってるので、これを押すと止まるよっていう意味のボタンの意味だから、停止してるわけじゃないんですそう、停止してるわけじゃない。でもうすでにこれで声が入ってて配信もされてます。で、チェックしてみますね。そう。あとは少しだから数秒遅れてくるから、もうここも入ってくるね。もう間違いなく配信されてます。これで OK です。はい、あとはカメラを設定してもらって、でマイクを持ってきてインタビューしてもらえば、これでどんどん入って、これはモニター、今どういう状態か、これと同じやつが出てるから、これはここに置いといていいんかな、モニターをこっち出すのかな。これは一番右側ね、これね、一番右側がこれモニター、これがここへやっとくと、これがここへ出てくる。一番右側はこれがここへ出てくる。2番目はこれがここに出てくる。これがプレビューだったっけ。これがこっち、うん、これがこの右側の配信画面、この位置で覚えておけばね、これがこれ、これがこれで、これはカメラの入ってくる1、2、3、うん、はい、そんなわけで、
え、今のコードでさ、繋がらないんだよ。あ、これ、これいけ、これいけるか、いや。いや、今のっていいんだよ。え、どれ長さま。ちょっと間に合わなくない？ここでや。ここで取るの。ここに取ればいい。いや、後ろの、後ろ姿。おソースでいいんだよ。来た来た来たぞー。
一つ開けといてね。ここ電源一つ開けといてね。伝承館もね、ないよ、みんな片付けちゃってるから。加山さんとこならいくらでもあるから。外から持ってきゃいいんだから、よいしょ、これもここから抜いちゃえ。
自分で歩いてやったやつなの。これが結局趣味ってこと？
吉さんがあるじゃないですか。で、あの夏目の饅頭屋のちょっと上あったり、あの近辺で、あの、はい、そうそう、この後にね、全部あの歩行者天国になるの、6時から。そうすると、中野のものが出てくるから。はい、あ、まだちょっと早い。5時ぐらいから出始めるよ。うん、少しずつ出てるけどね。まだ。政治してもいいじゃんか、9時なんだからね、読み生がね、そう、6時からだね。うん、はい、お願いします。お子さん天国になってからじゃないとちょっと危ないんで。はい、お願いします。この三脚持っていくか、あれよりもこのがしっかりしてるから、ね。このが長い。多分長い過信。片手振り付けるか。ね。片手振り付ける。振り付ける。でも取りたいとこ取れないよね。取りたいとこ取れない。これやって高くしといて、うん、高くしといてさ、できるだけ高くしといて、脚立に乗ってさ、取りたいとここうやってね、動かしてもらえばね、お待たせしないと。
これ向こうへ向けるか、そこ外してどここれそこ外して向こう側へこうやって向けるか。テレビ、うん、テレビもしあれならそこのそっち側へ、なんかそこら辺ダメか、テレビはそこ外して、うん、それ向こう側へ向けちゃう、ガラス窓から、うん、それはそれでいいね。そうすると向こうで見られる。せっかく買ったの。発信してるんだよね。そのままやってりゃいいんだよね。多分出てると思うわ。まだまだ自信ないから、自分でやってみる。
今一生懸命自分たちで撮ってるからな。そうだね。スイッチオンすればあれだないけど、多分スイッチ。あのそのマイクのスイッチオンすれば喋ってね。今日は、祇園祭でこれから大勢の人出を見込んでいます。入ってます？外に置いときます。
住人をお持ちください。
そう、この年になるともう絶対無理だからさ、20代までってまだギリギリいけるじゃん。いや、でもまだあるよ、いろいろと。そうっす、40きついわ、女ときつい。それ40までくじ上げなんだろうな、もうまばら。一緒にやるよ。はい。締め切りの時。
繋がってるよ。そうですよね。これじゃない？本当だ。でも、おお、あやみちゃん、かわいい。すごく若い子みたいな。逆に太った方が。サッカー部の部活、部室じゃないわ。どれだって。女子卓球部でしょ。卓球部の部室。女卓の部室。
伝えたい情報もいいからいいよもうはいやめてそのままもう清らかなサービスが出てくる忙しいってば伊勢町じゃないや、中町あ、そう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 、あの近辺でやる映ってるあ、それはね、多分ね、順番で多分やると思うんだ現場行ってもらってねえ、映ってるよ、映ってるあ、そうそうそう、あるんではい、お願いしますてる映ってる本当だ、リオナであそこ行けば映るよいや、行きたくない友之助とかいるんじゃないの？え？はるくんとか、よしこに。何なの？見てて、これ。Thank you.
気はしないんだけど。失礼しました。配信中って書いてあるの？
あ、これいいじゃん。あれだもん。竹のやつ。竹もらってこう。本当だ、カエルだ。芝居ここでね、やる。ここまで全部出て、ここでまた踊りやったりする。どっちから来るの？本当に今多分砂の方から上がってると思う、うん。じゃあ、あっちの方に行けばいいのかも。あ、いいです。下行ってください。砂がと今日朝あって。どうぞ持ってって、どうぞどうぞ。はい、どれがいいかな。
いからね、うん、今日花火あるよ、花火どれがいい、ちっちゃいのは、ちっちゃいの、ちっちゃいのにするか、ちっちゃい、それでいいよ、オッケー、はい、ありがとうございます、はいはい、どうぞ。そうか。目立つことをやらないといけないじゃない。せっかく清水さんへ一生懸命やってるのにさ。
する。ね。いくつでる。ボチタン、ボチタン怖い。ルスさんいた？バタバタすればいい。パパ、ママ、ビビーカー街中にかかっちゃうなんか真っ暗なんだけど。
よし、じゃあちょっと撮ってあげるよ。午前中そうですかね、これじゃあこれちょっと進んでよ。そう、見てる、え、見てる、後ろ、おお、これ今、生放送してる、生中継、ね、うん、撮ったらいいよ、いい、俺らでも、いやいや、親子で撮ったらいいよ、いいよ、そんな世界デビューしたわけ、世界デビューいいじゃん何やってんの、運動運動やってるの？何やってる？ん？え？サッカーやってるの？サッカーやってるの？サッカーやってるの？もっとでかくて言ってるこの間さ、この間ズーヤに行って買い物してたらさ、うん、高校の同期での女の子に会ったんだよ、うん、女の子に行ったら、うん、私は私の高校の先生やってたんだよ、びっくりだった。どんな先生？で、何も部活やってみて、家庭科クラブって言ってたからさ、なんかできそうだなと思って、うん、家庭科クラブって今まで知らなかった。家庭科クラブはね、ないの、うん、あのさ、
その松代のさ、そのメーカーでなんか作ったら、はいはい、ああ、はいはい、あれ何、あれはね、何だろうかね、先生によって違うからな。そうなんだ、うん、そうか、松代工房とかの家庭科クラブとかなんかできればいいね。家庭科クラブって料理じゃねえんだ。うまいことやったんじゃない？え？うまいこと考えたよ。せっかくやるのに、覚えてみ見せない。去年もそうだっけ？去年も垂れ流しのまんまだったっけ？ライブはそのまんまやってる。そのまんま流しっぱなしか。
っち側に映るよ、うん、
Thank you.
何これ。
Thank you.
んなような人っきりだよ。あ、そうなんですか。
急いでありますので、今の時間に行ってきてください。